一般社団法人富山県ケーブルテレビ協議会は富山県内のケーブルテレビ事業者やケーブルテレビ関連企業団体で構成されているケーブルテレビ事業団体である。富山県内のケーブルテレビ各局と北日本新聞社との情報交換を目的に1997年9月に設立した富山県ケーブルテレビコン話会が期限となっている。 将来の放送のデジタル移行に伴う CATV 局の設備投資のコスト削減などの目的もあり1999年8月に本協議会が設立。翌年の2000年に加盟全局を結ぶ光ケーブル回線を構築し、同年開催された第55回国民体育大会の生中継の同時配信を行った。 自主制作番組の総合配信や各種イベントの共催などによる連携が図られている。立地域の同種団体とは異なり、株式会社の形式をとっておらず、協議会としての公式サイトは設けていない。サービスエリアは富山県内分の未記載。太字は現存する事業者。加盟全局において富山県内の放送局に加え、 石川県の北陸朝日放送を再放送している。系列別の再放送局は下記の通り、加盟全局において旧 c h で放送されている。また、各事業者間で回線が結ばれているため、番組の総合配信やイベント生中継の同時配信が実施されている。前述の事業を担う企業として、北日本新聞社と各ケーブルテレビ局などが出資する。 株式会社と山ソフトセンターがある。ケーブルテレビと山向けの北日本新聞ニュースの制作や競技会加盟のケーブルテレビ局への番組供給を目的に設立した。配信番組については外部リンクを参照。当初はコスト削減などのため衛星放送を一括受信し、共同ヘッドエンドにより全局に配信していた。 2008年5月以降高岡ケーブルネットワーク、農越ケーブルネット、常年ケーブルテレビの3局が自社設備によるサービスに切り替え、2010年9月には、先以外に加え高岡の各局が日本デジタル配信の地上配信サービスに切り替え、2017年には農越も同サービスに切り替え、現在に至る。また、2010年8月までは、 CATV 向け番組配信事業者からの供給を受けずに独自に受信、編成資格局に配信していたチャンネルも存在した。2010年9月に CS 放送を JDS の供給に切り替えたが、大半のチャンネルはその上で継続されている。下記に配信チャンネルを記載するが、2004年10月の JC、キサービス導入前後で大きく異なるため、時期ごとに分ける。 チャンネル名は配信終了当時のもの。2004年10月から20年月2010年8月2010年8月以前に終了したチャンネルも、掲載2002年10月から2004年9月。ありがとうございます。